ナミクダヒゲエビは、クダヒゲエビ科に分類されるエビの一種。西太平洋熱帯域の深海に生息する、中型のエビで、食用向けに漁獲される。生児から赤色系の色調を呈するため、他の深海性エビ類と同様に赤エビとも呼ばれる。和名の通り、生態の体長は8センチメートル程度の波の大きさのエビで、 車エビ並みの実の1 2トル以上になるものもあり、身長される。最大1 5トル程度。メスの方がオスよりも大きく、個体数も3割ほど多い。体表は大々を帯びたピンク色で、単毛が密接し光沢がない。水揚げして時間が経つと、黒みが出る。和名にある、カンヒゲの名の通り、第一触覚無知の片方が太い感情の、円筒型になっている。 1> 第1触覚無知2体も、体長の1、3以上の長さがある。合角,角は短く、複眼より、やや前方に出る程度で、古状に湾曲し、上縁に8から9個の巨子があり、東京港の後端近くまで伸びる。他の下髭海苔科の種と同様に、5体の不足は、後方のものほど、細長くなり、第5捕客は、体長の7割ほどの長さになる。 水深60から200メートルの深海の砂底中に生息する。自然環境下での植生については明らかでないが、飼育下ではアサリのむき身に対して接触行動が見られた一方、マグロの切り身やオキアミに対しては全く興味を示さなかったと報じられている。繁殖期は概ね7から11月である。受精脳に製法が付着した。 交尾行動が可能なメス個体は産卵期にのみ出現する。メスは表層管状態の出現した全成熟期の卵巣卵を持った個体が交尾行動を行い、交尾後に排胞崩壊が起きて卵が成熟期を迎え、産卵直後に成熟は受精脳から脱落すると考えられている。 日の出直前から正午頃にかけて盛んに交尾を行い、交尾後のメスは遅くとも、翌日の日の出までには、産卵を終えると推定される。なお、鹿児島湾においては、波砕ヒゲエビと同様の環境に生息する、四つゲシャコスクイーロズレプトスクイラが、本種を高い頻度で捕食しているという。稲荷用物の分析により、 食事となった生物が同定された場合、エビ類を捕食したと判断された、四つ棘車コ個体の42%から、ナミクダヒゲエビの甲角片や触角片が見出されたとの分析例がある。基準産地は、インドネシアの近海であるという。駿河湾から、オーストラリアインドネシアインドまでの西太平洋を呼び、インド洋の熱帯域に広く分布し、 日本では、駿河湾や、遠州灘、熊野灘などで捕獲されることがあるが、鹿児島県の近郊湾が、主な魚場である。東、シナ海にも多産し、台湾あるいは、中国においても、大倉ムチエビ、大紅エビもしくは、台湾クレナイエビなどと称して、朝鮮群島沖から石垣島の南方にかけての、魚場で食用に捕獲している。水温13摂氏25度、 塩分濃度34パーミル以上の高塩分の水域に分布するため、長江の川口付近では見られない。ナミクダヒゲエビ7匹ずつを単独あるいは他の生物と同居した状態で飼育したところ、ナミクダヒゲエビ単独のグループでは飼育開始から5日目に1匹が死に、51日目には計5匹が死亡したが、残り2匹は56日目まで生存した。 一方、他の生物と同居させた状態では、飼育開始から13日目には7匹すべてが死んだという。なお、さらに長期間の飼育には、水槽の低質を、ナミクダヒゲエビが自然環境下で生息していると考えられる泥に近いものにすることや、捕獲には、ナミクダヒゲエビが生息する深海域と海面付近との水温差が、 より小さい陶器を選び、エビの活性の低下を軽減することなどが必要で、あるとされている。身は柔らかく、北国赤エビなどに似た甘みがあって美味である。頭部の味噌にも旨味がある。深海性のエビの中では、比較的漁獲量が多く、肉質も良好であることから、漁獲地周辺では重要な食用種となっている。主に深海底引き網でヒゲナガエビやサルエビなどと、 共に婚核され、刺身や天ぷら、塩焼き、寿司だね、あるいは唐揚げなどの素材として食用になる。鹿児島県鹿野市周辺では、近鉱湾で捕獲されたものが流通することがあるが、地元でも希少である。鹿児島県では赤エビ、玉エビなどと称し、調理用の食材のほか小ぶりなものは、ヒゲ長エビと同様に、丸ごと焼いてから乾燥させ、 雑煮や汁物の出し用としても利用する。中国では冷凍品として加工されたものも流通し、炒め物や煮物などにも利用される。砕ひ芸美族それのセロには35種ほどが認められており、主なものに以下の種がある。ABO ドミジュン、中畑正美1997、並砕ひ芸美の飼育の試み。 キャンサー6、23から26、総海道ほか、東海経済エビガー類、P25、2006年、海洋出版社、北京、ISBN7 から502766421、大富、J、山本、S、&S コシオ。 1998オーバリアンマツラチオンスポーニングオブザディープウォーターマッドシュリンプソレノセロミラントデマン1907イン島米・ゴベサザンジャパンクラステーショナ71 672から685オードミジュン山本手のひら5 2001開放型の受精のを有する波下ヒゲエビの乱巣成熟と関連した交尾のタイミング 日本水産学会七67、469から474、大戸美横村、安成、浜野達夫、2004、鹿児島湾における四つと下車庫の産卵期及び植生。日本水産学会十70、884から888、馬場慶事、林健一、通山正宏、1986、日本陸方周辺の10脚甲殻類。 日本水産資源保護協会、東京、大戸美淳、2003、鹿児島湾の波げエビ。イン大戸美淳、渡辺誠一、エビカニ類資源の多様性。ピアニッシモ、54から67、高生者高性格、東京、ありがとうございます。